抗精神病薬は、抗議の抗精神薬の一種で、主に統合失調症や相状態の治療に承認されている精神科の薬である。過去には、神経遮断薬、あるいはメジャートランキライザーとも呼ばれ、1950年代には、単にトランキライザーと呼ばれた。薬事法における劇薬に指定されるものが多い。抗精神病薬は、 それ以外にも幅広い精神障害に使用される。抗精神病薬は大きく2分類することができ、古い定型抗精神病薬と新世代型の非定型抗精神病薬がある。非定型抗精神病薬は、双極性障害のうつ状態やうつ病にも適用がある薬がある。非定型抗精神病薬は、従来の定型抗精神病薬と比較して、 ドーパミン D2 受容体気候作用に加えて、セロトニンの HT2 アンペア受容体気候作用を有したり、ユリー、ドーパミン D2 受容体気候作用を有するなどの特徴を持った薬剤である。非定型抗生神病薬は、衰退外路症状、口が乾く、便秘といった副作用が少なく、統合失調症の陰性症状にも効果が認められる場合があるとされる。しかし、 低形体、低形説に見られるように、大規模な試験による分析によれば、低形抗精神病薬が、低形抗精神病薬よりも優れているという根拠は、乏しい。副作用として、口渇、便秘、無意識的に体が動く、衰退外路症状や、肥満といった、代謝の異常、母乳が出るといった高プロラクチン血症などがある。代謝の異常は、 特に否定型抗精神病薬に特徴的である。抗精神病薬を服用している患者の代謝のチェックが日常的に適切に行われていないことが多く、約90%の患者が一つ以上の代謝性の危険因子を持ち、約30%がメタボリックシンドロームである。さらに、抗精神病薬の使用は高い無職率の原因となっている。 また、副薬を中断する場合、離脱症状が生じる、可能性がある。有効性説以下で示されるが、効果がなかったり、副作用のため副薬の中止が多い薬剤である。抗精神病薬の過剰処方が問題となっている。投与量の増大に伴う治療効果は頭打ちになるが、副作用発現率は上昇していくため、世界保健機関及び、英米の診療ガイドラインでは、 単材療法を推奨している。日本でも2010年に、抗生神病薬の種類が2種類以下である場合に、診療報酬が有利になる改定が行われた。厚生労働省自殺、うつ病等対策プロジェクトチームが、統合失調症に対する抗生神病薬多剤、処方の是正に関するガイドラインの策定を、計画しており、2013年10月にスキャプポーという、 原薬ガイドラインが公開された。抗精神病薬の大量処方からの減量は、過換受精精神病という離脱症状による、精神症状の悪化を引き起こす可能性があり、注意が必要である。抗精神病薬の使用は、脳の溶石を減少させるかについては、さらなる研究を要する。抗精神病薬の使用は、若年認知症発症の危険因子である。 統合失調症に用いるのが典型的な用途である。抗精神病薬はドーパミン気候薬で主な作用は脳内の神経伝達物質であるドーパミンの遮断である。主に中脳変炎系のドーパミン作動性ニューロンのドーパミン D2 受容体を遮断する。そのことによって妄想や幻覚といった精神症状を軽減させる。p e t での研究から 高プロラックチン血症や衰退外路などの副作用が生じるよりも少ない量で有効な反応が見られることが明らかになっている。単に適用が認められていないばかりでなく、小児や高齢者では死亡リスクを高めることが実証されているために、適用外使用の違法なマーケティングに対し、否定型抗精神病薬のエビリファイ、ジプレキサ、セロクエル、 リスパダールと罰金の史上最高額を塗り替えている。いずれにせよ、各々の薬剤の特徴を考え、標的症状の性質と照らし合わせながら、エビデンスに基づいた薬剤使用が望まれる。また、いたずらな多剤併用は避け、可能な限り単剤投与を心がけるべきであり、風ガイドラインでも一度に一種類の抗精神病薬を処方するという立場である。 フーのガイドラインでは、急性精神病の管理に抗精神病薬の治療を開始するとしている。ナイスガイドラインでは、統合失調症の治療第一選択肢は、抗精神病薬及び、心理療法の併用である。しかしプライマリケア医は、専門医の確定診断がない限り、初回発症の段階で抗精神病薬を処方してはならない、ともしている。またナイスは発症防止。 予防を目的とした、抗精神病薬の投与は言ってはならないとも述べている。風ガイドラインでは、双極性障害の急性相エピソードの治療選択肢の一つとして、抗精神病薬が挙げられている。抗精神病薬の処方を中断する場合は、最低4週間かけ徐々に原薬する必要がある。認知症患者の BPSD 管理に用いられる。処方は、 強い精神病症状、暴力、攻撃性、行動障害の症状に限り、正しい利用に努め、低用量にて副作用を監視しながら慎重に投与すべきである。ナイスの2006年ガイドラインは、BPSD に対して薬物介入を第一選択肢とするのは、深刻な苦痛、または緊急性のある自害、互いリスクのある場合に限らなければならないとしている。 脳の興奮状態を抑制させる作用を利用して、抗不安薬では取り除けないような強度の不安や、極度の鬱つ状態、不眠に対する対処薬としても利用される場合もある。また、ドーパミン遮断作用を応用し、起きい、嘔吐などの消化器症状やしゃっくりの対象薬として利用される場合もある。アメリカ精神医学会は成人の不眠症に対し、抗精神病薬を 継続的に、ファーストライン治療としてはならないと勧告している。ナイスは不安障害に対し、抗精神病薬は特別の事情を除き処方してはならないとし、かつルーチン処方を禁じている。抗精神病薬は、様々な副作用に結びついている。有害事象が原因で、多くの人々が副薬を中止することは、よく認識されている。ドーパミン D2 需要代謝断作用による、 衰体外露反応は、以下のようなものを含む、急性ジストニア、アカシジア、パーキンソン症候群、自発性ジスキネジア、貧脈、低血圧、勃起不全、警眠、発作、強烈な夢あるいは悪夢、コープロラークチン血症。コープロラークチン血症は、無月経、乳汁分泌、陰意などを含む、ムスカリン性アセチルコリン受容体遮断作用には、便秘、目の霞、 口活などが挙げられる。ヒスタミン H1 受容体遮断作用などによる眠気、鎮静、体重増加などが挙げられる。アルファ1アドレナリン受容体遮断作用による低血圧、めまい、射精障害、おそらくは中枢における過度のドーパミン抑制によって有機されると言われている悪性症候群などがある。また、特に否定系抗精心病薬においては体重増加、 糖尿病という副作用が見られることがある。否定型抗精神病薬の副薬にあたっては定期的な血糖値検査が必要とされる。抗精神病薬の副作用はいくつかの異なる薬によって管理することができる。例えば、抗コ,コリン薬は抗精神病薬による運動性の副作用を軽減するのに用いられる。副作用の一部は薬が長期間用いられた場合にのみ生じる。 精神病のない健常人における抗精神病薬の投与は、いわゆる統合失調症の薬原性陰性症状を生じさせる。ドーパミン D2 受容体遮断作用いわゆる衰退外路症状と言われるものである。パーキンソン症候群、不遂運動としてアカシジア、ジストニア、ジスキネジアが有名である。命に関わる重篤な副作用としては、 悪性症候群が知られている。内服後、どの程度の時間経過で出現するかによって、早発症状、自発症状に分けられる。自発性が薬物の減量で改善しないこともあり、治療に工夫が必要となる。また、高プロラクチン血症による女性下乳房も気になりやすい副作用である。異常姿勢が一般的である。眼球回転発作。 ピサ症候群、明寿症候群、処刑といった形も知られている。感覚トリックと言われ、自分では公粛で動かせないが、多動的には動かせるなど、特徴的な不随意運動である。抗コリン薬、筋緊張治療薬、ビタミン E、抗転換薬を用いることがある。否定型抗精神病薬で治療することもある。抗プロラクチン血症による、 女性化乳房も一般的だが、水中毒など緊急を要する副作用もある。ムスカリン性アセチルコリン受容体遮断作用、いわゆる、抗コリン作用である。口渇、便秘、排尿障害のほか、視力調節障害や、緑内障の悪化が認められる。アドレナリンアルファ1受容体遮断作用起立性、低血圧、射精障害。 勃起障害、循環器障害が有名である。また外因性カテコラミンが併用禁忌となる場合もある。ヒスタミン H1 受容体遮断作用、鎮静作用、体重増加など、いくつかの研究は、抗精神病薬の使用が平均余命の減少に結びついていることを見出し、さらなる研究が必要であると論じた。2005年にアメリカ食品医薬品局は、 否定系抗精神病薬が、高齢の認知症患者の死亡率を1.6から1.7倍に高めているため警告を行った。FDA は放送にその旨の警告を追加した。特に認知症患者では、投与を始めた直後の死亡リスクが高い。日本の添付文書でも、自殺関連の起用歴のある患者に対して悪化させる恐れの旨が記載されている。 二千十八年のシステマティックレビューは三百五十二件のランダム化比較試験から解析し、全死亡率に違いはないため統合失調症では死亡率増加はないとしたが、認知症や高齢者に対象を絞ると死亡率増加が認められた。心臓発作高齢者では、規定形抗精神病薬によって、投与から最初の三十日間の心臓発作のリスクは二点一九倍で、 60日では1.62倍、90日では1.36倍、1年では1.15倍である。肺炎高齢者では、低形、もしくは、非低形の抗生診病薬ともに、肺炎の危険性を高め、特に非低形では、致命的な肺炎の危険性が約6倍である。2011年2月、抗生診病薬で治療された、統合失調症患者で、 脳組織のわずかな現象が報告された。脳の溶石は、罹患器官と抗生神病薬の投与量の両方で、逆の相関関係があった。病気の重症度あるいは他の物質の乱用との相関はなかった。不随論説は述べる。この知見は、統合失調症に対する治療としての、抗精神病薬の使用の中断を示していると解釈すべきではない。しかし、それらは、 治療目標の達成に必要な最小の量で処方すること及び天気を改善するための飛薬理学的手法の追加を検討すること個々の患者でのこれらの医薬品の利益と有害影響を注意深く監視する必要があることを強調しているマカクザルにおける抗精神病薬の継続使用は脳の相対積の10%の減少を示したさらに2012年に 多面的メタアナリシスが行われ43の脳画像研究を調査し、75%に容積の減少が見られ、抗精神病薬による薬物治療を受けた患者に多く、異常のない25%は薬物治療のない患者であった。2017年3月のメタアナリシスは、抗精神病薬と脳の変化について、ほとんど研究で、 統計的に優位な変化でないが小さな研究が多く、決定的な結論のために、さらなる研究を要するとした。抗精神病薬は、若年認知症の危険因子であり、ハザード比は、アルコール依存4.82、脳卒中2.96、抗精神病薬の使用2.75、うつ1.89である。神経遮断薬は、抗精神病薬の古い故障だが、 この医薬品が引き起こす異常運動を強調するには適切である。パーキンソンニズム、悪性症候群、ジストニア、アカシジア、ジスキネジアがある。抗精神病薬の一部の副作用に関する詳細は以下である。抗精神病薬の離脱症状が投与量の減少や投薬の中断によって発現する可能性がある。離脱症状は以下のようなものを含む吐き気。 嘔吐、食欲不振、下痢、疲労、発汗、筋肉痛、知覚障害、不安、興奮、情動不安、不眠症。精神的な離脱症状には、基礎疾患の再発として誤診が可能な精神病も、含まれる。また逆に、離脱症状は再発の誘因となる可能性もある。離脱症状の良い管理は、抗精神病薬を中断するための個人の能力を、 高める。身体的な離脱症状として、自発性児スキネジアが発現し、離脱の段階で徐々に弱まるか、あるいは持続する。抗精神病薬からの離脱に関連した、精神病は、過換受精精神病と呼ばれ、抗精神病薬による、ドーパミン作動性受容体の遮断に禁する、脳のドーパミン受容体の数と感度の増加によるもので、神経歯患薬が除外されれば、 症状の悪化を誘発する。同様に、抗生神病薬の効力はこの薬物体制の発言が原因で時間とともに減少する可能性がある。離脱症状は、ある抗生神病薬を他のものに切り替えた場合にも生じることがある。そのような離脱症状は、コリン作動性のリバウンド、不活症候群、及びジスキネジアなどの運動症候群を含む。これらの有害事象は、 抗精神病薬管での急な変更の間に起こりやすいので、抗精神病薬管で徐々に変更することでこれらの離脱症状を最小限にする。一方を前減し、もう一方を前増する痴漢方法をクロステーパーと呼ぶ。英国国民医薬品種は、急性離脱症候群あるいは急な再発を避けるために、抗精神病薬を中断するときに、 段階的な使用中止を推奨している。抗精神病薬の離脱は困難である。おそらく、クロザピンの離脱は最悪である。多くの人々は離脱が不可能である。過汗受精精神病、過汗受精精神病は薬の減量とともに、つまり離脱症状として出現する精神症状の悪化であり、しばらくのうちに症状が再燃する症状の再発とは異なる。 コーパー・キンソン病薬は、多剤大量処方による衰退外路症状に対して用いられているが、これにも離脱症状があるため、抗精神病薬の調整が済んでから4週間ほどかけて減薬する。多剤大量処方を是正している他の医師によれば、致命的な悪性症候群の危険性を避けるため、抗精神病薬が一剤になった時点で取りかかる。コーパー・キンソン病薬にも、 副作用と離脱症状があるため、近年では、抗精神病薬の減量化変薬により、コーパー・アキンソン病薬を極力用いず、そうでなくとも必要最小限にすることが推奨されている。日本の文献では、一般に、精神科病院の入院患者の10から20%に、退院症が見られ、3から4%が水中毒を呈していると言われている。 定型抗精神病薬の有効性の研究は、多数ううあり、またより新しい否定型抗精神病薬については、増加している。アメリカ精神医学会と英国国立医療技術評価機構は、統合失調症化総極性障害における、急性精神病の発現の管理に関して、またさらなる発現の可能性を減少させるための、長期間の維持療法に抗精神病薬を、 推奨している。どの抗精神病薬を与えたかで反応は変動するので試行が必要とされ、また低容量が可能であれば推奨されると述べている。多数の研究が抗精神病薬の投薬計画と副薬コンプライアンスあるいはアドヒアランスの水準に注目し、中止が患者の入院を含む再発の高い割合に関連していることを明らかにしている。しかし、 統合失調症の診断を受けた人々についての研究で2009年のシステマティックレビューとメタアナリシスは疑悪の24%に比べて全体の半分以下しか抗精神病薬に対する何らかの治療反応を示せないことを見出し、また治療反応は時間とともに減少し、また場合によると試験結果には出版バイアスがあった。さらに、 2010年の国連共同計画によるリスパダール最大に販売された抗精神病薬の一つで新世代では最初にジェネリック形式が可能となったについてのレビューは偽薬と比較してわずかな恩恵しか見つからずそれにもかかわらず広く用いられ根拠は限定的なままであり研究に製薬会社が出資したことに起因するリスパダールの優位にはおそらくバイアスがあり 低品質な報告であることを見出した。2009年の別の国欄のレビューは、双極性障害に関して、第一選択の維持療法として、抗生神病薬のオランザピンよりも、従来の気分は安定薬であるリチウムの方が、有効性があり、危険性、利益の比率が良好であることを見出した。うつ病に対する否定形抗精神病薬の有効性についてのメタアナリシスは、 効果量が0.34であり、ファンネルプロットから存在が推測できる、出版バイアスの可能性を含めると0.32になり、これはうつ病に対する、抗うつ薬の効果量と同じで、統計的には偽薬との差があるが、臨床的に意味のある、効果量0.50を下回っていることを見出した。抗精神病薬の多剤投与は、日常茶飯事とされているが、 必ずしも根拠に基づくか推奨されているものではなく、減少させるよう取り組まれてきた。同様に、過度な高容量の継続は、診療ガイドライン及び、通常はそれ以上効果がなく多くの有害性があると、示している根拠に反している。抗精神病薬の薬剤数が増加するほど、死亡率も増加する。こういったことに関して、現在では過去とは違い。 どの量で有効性がどう変わるといった、容量依存性や副作用発現率について、また受容体の飽和状態についての論文が増えている。例えば、アリピプラゾールの血中濃度が100から150何トルでドーパミン D2 及び D3 受容体が飽和する。 そして、エビリファインの平均投与量が1日に 20mg で、ある患者の群の平均血中濃度は228、何 ?ml リリと上回っているため、飽和のための血中濃度を上回っている。こうした観察から、抗精神病薬の反応が見られる、受容体占有率は65%であり、副作用の可能性が高まるのは、高プロラクチン血症では72%、 水体外露作用は78%以上である。統合失調症に対して、リスペリドンの最適量はそれ以上では、副作用の発現率のみが上昇するため1日4ラムである。同様にクエチアピンでは1日3 0 0ラムオランザピンでは1日1 0ラムである。アメリカの医療研究、品質調査機構によるレビューは、 その用途を支持するには、科学的な品質が不十分である、抗精神病薬の適応外使用についての多くの証拠から、特に、脳卒中、新鮮、著しい体重増加、鎮静状態、それに、胃腸の問題の強い根拠があったことを見出した。イギリスでの子供と青年への認可されていない用法についてのレビューは、見解と懸念が交錯したのに近い報告をした。 知的障害の成人の好戦的で積極的な行動は元となる根拠が不足しているにもかかわらず頻繁に抗精神病薬で治療される。一方、最近のランダム化比較試験はに役を超える恩恵がないことを見出し、またこのような抗精神病薬の使用は容認可能な所定の治療とはみなすべきではないことを推奨した。 2006年の国蘭共同計画による高齢の認知症に対する抗精神病薬の対象試験のレビューは薬のうち一つか二つは偽薬と比較して攻撃性や精神病の管理に控えめな恩恵を示したがこれは重篤な有害事象の優位な増加を兼ねていたことを報告したそれは抗精神病薬は認知症患者の攻撃性や精神病の治療に 日課的に使うべきではないが、重度の苦痛あるいは他者への身体的危害の危険性がある、少数の事例では選択される可能性があると結論した。アメリカ国立精神衛生研究所が支援した高齢者の精神障害に対する抗精神病薬の試験がある。ランダム化して四つの否定型抗精神病薬を統合失調症、気分障害、心的外傷後ストレス障害、 認知症に対して割り当て2年間の期間で実施した。結果、疾患と薬剤に関わらず、中央値26週間の高い中止率や病理の改善不足が見出され、代謝マーカーが悪化し36.5%がメタボリックシンドロームとなり、危険性、利益の比率が良くないので、薬物療法をしない選択も含めよく相談されるべきであるとされた。 いくつかの疑惑が長期間の統合失調症のための、抗精神病薬の有効性に関して浮上しており、その一つには二つの大規模な国際的な、世界保健機関の研究が見出した、先進国よりも発展途上国での方が、統合失調症と診断された人の長期間の予後が、良好という傾向があるという理由がある。ある主張によれば、抗精神病薬が脳を監査しているために、 中止すれば、精神病を誘発する可能性があることを考慮せずに、当初の症状の再発だと誤って解釈されているという理由で、抗精神病薬の中止、再発の研究に関する根拠には、欠陥の可能性がある。対象試験からの根拠は、少なくとも一部の抗精神病薬の服用なしで、精神病から回復した統合失調症の人は、 抗精神病薬を服用するよりも長期的には良好だろうということを示している。他の主張は全体的に根拠は抗精神病薬が選択的に用いられ可能な限り速やかに徐々に中止した場合にだけ助けになることを示唆しており、さらには抗精神病薬に関する神話が言及している。抗精神病薬に関する試験で用いられる手法の デビューは、全体的な質は、かなり良いとしているが、参加者の選定の問題を報告している。試験の設計の問題並びに、予後の評価の問題。2013年には、統合失調症を抗精神病薬によって治療した。あと、薬を減量したグループと中止したグループに分け7年、追跡したらアンダム化比較試験が公開され、中止群は半年での再発率は高いが7年後では、 同じであり、中止群の方が、有食率が2倍であった。以前の定型抗生神病薬と、新世代の非定型抗生神病薬が、差別化されるが、大規模試験は、統合失調症に対しての有効性や、副作用である、衰退外路症状の発現率に大きな違いがない、ことを示している。非定型の抗生神病薬は、大脳変炎系に集中して作用するために、 衰退外路症状が少ないとされていたが、そのような特性は観察されていない。うつ病に対しては、抗うつ薬と同じで見出された偽薬に対する有効性の統計的な差は、臨床的に無意味な差である。非定型抗精神病薬は、定型薬よりも副作用が少なく精神病性の症状を回復させる、さらなる効果を売りにして販売されており、 その効果を示す結果はたびたび眼鏡性の欠如を示し、そしてその前提には次第に疑問が投げられてきており、それにもかかわらず、規定契約の処方は急上昇してきた。あるレビューはそれらには違いがないと結論し、一方では規定形のものの若干大きい有効性を見出している。しかし、これらの結論を別のレビューが、クロザピン、アミスロピリド、オランザピンと、 リスペンドンでは、どれがより有効かを明らかにするために問いかけた。クロザピンは、他の否定型抗精新病薬よりも有効に見えたが、自主的な副作用の可能性が原因で以前には禁止されていた。否定契約の対象臨床試験は、衰退外路症状を患者の5から15%に生じさせることを報告しているが、実社会の臨床現場における、 総局性障害の研究では63%の割合で見られ、研究の繁華に疑問が持たれる。2005年にアメリカ政府機関のアメリカ国立精神衛生研究所は大規模な独立した複数地点の二重盲検試験の結果を公表した。同研究は1943人の統合失調症の人々で数種類の否定傾向精神病薬を 古い定型の抗精神病薬のペルフェナジンと比較した。同研究は中止率ではオランザピンだけがペルフェナジンより優れていることを見出した。著者は精神病理と入院率の減少の面で他の薬に対するオランザピンの有効性が明白に優れていると述べたが、オランザピンは大幅な体重増加の問題や血糖、コレステロールまたトリグリセドの増加などの比較的、 重篤な代謝作用に関係していた。使用されたオランザピンの平均と最大投与量は標準的な手法よりもかなり高かったので、このことが投与量が臨床的に関連のある手法にもっと一致していた他の調査された否定型抗精神病薬以上のオランザピンの優れた有効性を説明する偏りの要因として仮定されていた。他の否定契約の研究では、 尺度を用いて、定型のペルフェナジンよりも良好ではなかったし、さらに定型抗精神病薬のペルフェナジンよりも引き起こされた副作用が少ないわけでもなかったが、否定型薬剤に比較して多くの患者が衰退外路作用のせいでペルフェナジンを中止した。この KT 研究のフェーズ2で概ねそのような研究結果が再現された。このフェーズは、 最初のフェーズで薬の服薬を中止した患者の2回目の無作為化である。再びオランザピンだけが結果の評価において目立つ薬だったが、結果は検出力の減少もあり常に統計的優位性に達しなかった。否定契約の投与量が増えたため、衰体外露作用には違いがなく、どちらの種類の抗精神病薬でも抗用量が衰体外露症状の比率を上げる要因となっている。 ことが示唆された。次のフェーズでは、他の神経疾患薬よりも投薬における脱落の減少に効果があるクロザピンを臨床医が試すことが認められた。しかし、クロザピンは無化流急症を含む中毒性副作用を生じる可能性があり、有用性が限定される。否定型の抗精神病薬への患者のアドヒアランスが高くなるように期待されたが、2008年のレビューは、 新規の抗精神病薬の使用が改善された投薬コンプライアンス及び良好な臨床的な成果を導くという考えをデータによって立証することができなかったことを明らかにした。全体的に契機と他の研究の評価は低契約よりも否定契約を第一選択とする処方への疑問、さらには2種類の区別への疑問に多くの研究者を導いた。対照的に 他の研究者は、低契約の鎮発政治スキネジアと、衰退外路症状の著しく高い危険性を指摘し、この理由のためだけに否定契約による治療を第一、選択に推奨しているにもかかわらず、後者には代謝性副作用の重大な傾向がある。ナイスは、最近、否定契約を優遇する、その推奨を改定し、患者による選択の上で、 ここの薬についての特有の特徴に基づいて、個別に選択すべきであることを勧告している。こうして2009年には、任務所長のトーマス・インセルは、以下のような表を示し、抗精神病薬に関して、現在4つの大規模研究が第一世代の化合物を上回る、第二世代の化合物の優位性が乏しいことを、証明していると述べざるを得なかった。 脱落率に関して、KT 計画では18ヶ月で、投与を受けた1432人の患者のうち1061人と、患者の74%が脱落し、服薬中止の理由は、効果がないか副作用が原因である。8歳から19歳の早期、発症統合失調症のトス計画では、116人のうち54人が、維持療法に入り、 44週間の治療を終えたのは54人のうちの14人と比率では26%であり、残り74%の副薬中止の主な理由は、有害事象15人、効果不十分14人、アドヒアランス不履行8人であった。約1年後である52週間後には、当初の116人のうち12人だけが当初の治療を継続しており、また全員に、 体重増加を含む副作用があった。第一世代と第二世代の抗生神病薬による水体外路作用の発現率には差がない。根拠の再評価は必ずしも否定契約の処方の偏りを鈍らせていない。定型抗生神病薬の治療効果と主要な副作用である水体外路兆候はドーパミン D2 受容体の薬物親和性に 相関することが分かっている。定型抗生神病薬のドーパミン D2 受容体遮断作用は中枢神経のドーパミン経路全てに及ぶが中脳変炎系とおそらく中脳皮質系への喫抗作用が主要な薬理作用と考えられている。中脳変炎系の遮断作用が統合失調症の陽性症状の改善に効果がある。また、黒質洗浄体時や 下水体のドーパミン D2 受容体の遮断によって、薬剤性パーキンソニズムなどの副作用が生じる。陰性症状の改善は、セロトニン系の関与などが示唆されており、低型、抗精神病薬では、改善が乏しい傾向にある。非定型抗精神病薬は、定型精神病薬と比較して、ドーパミン D2 受容体への作用が緩和されており、セロトニン受容体や、 ドーパミン D4 受容体、ドーパミン D2 受容体の乖離速度などの差からより、高い抗精神病作用を持ち、衰退外路障害、高プロラクチン血症、心血関係副作用も少ない。定型抗精神病薬の使い方としては、非定型、抗精神病薬に比べて、鎮静作用が強いことから、専門・不穏の治療や非定型抗精神病薬で治療が、 無効であった場合が多い。低型抗精神病薬は、抗力化抗精神病薬と低力化、抗精神病薬に対別される。力化は抗精神病作用の強さであり抗力化、抗精神病薬とはハロペリドールに代表される、プチロフェノン系が中心であり、低力化抗精神病薬はクロルプロマジンに代表されるフェノチア人系が中心となる。 高力化薬は低力化薬に比べて、鎮静作用と起立性低血圧の副作用が少なく、低力化薬は高力化薬に比べて、衰退外路調光が少ない傾向になる。これは、ドーパミン D2 受容体との親和性に関係すると考えられている。高力化薬は、ドーパミン D2 受容体への選択性が極めて高いため衰退外路調光が出やすく、低力化薬は、 ドーパミン D2 受容体選択性が低く、ムスカリン受容体やアドレナリンのアルファ受容体へも、一食い的な結合を起こし抗コ,コリン作用や、抗アドレナリン作用を起こしやすいと考えられている。フェノチア人形1952年に初めて用いられた最初の抗精神病薬であるクロルプロマジンを含む、フェノチア人を基本骨格とした群である。代表的な薬物としては、クロルプロマジン。 レボメプロマジン、チオリダジン、フルフェナジン、プロペリシアジン、ペルフェナジンなどが挙げられる。即差によって細分類されることがある。クロルプロマジン、レボメプロマジンなどが含まれる群である。この群に含まれる薬物は、α1 社断作用が強く鎮静作用、催眠作用が非常に強いため興奮、不穏の患者に用いられ、不眠の強い患者の睡眠薬としても用いられる。 発揮気止めとしての作用も強いものが多い。一食い的受容体結合も強いため、抗コ,コリン作用も出やすい。低力化抗精神病薬の代表であり、1日 200mg 程度の使用が一般的である。プロペリシア人などが含まれる。低力化抗精神病薬の中では力化は強い。衰退外路障害が弱く、抗コ,コリン作用、起立性低血圧が多いのは、 他の定力化抗精神病薬と同様である。α1 遮断作用は C が悪心に対しては効果が弱い。フルフェナジン、ペルフェナジンが含まれるからである。抗力化抗精神病薬の代表格でもある。抗コ,コリン作用は弱く、衰退外路障害は起こりやすい。α1 遮断作用は弱いが腎発期作用は強い。代表的な薬物としては、ハロペリドール。 ブロムペルドール、チミペロン、スピペロン、ピモジドベンズアミド系鎮吐き薬であったドーパミン気候薬であるメトクロプラミドを改良する過程で生じた系列である。スルピリド、スルトプリド、ネモナプリドなどが知られている。ドーパミン受容体の中でドーパミン D1 受容体の阻害作用がほとんどない系列である。スルピリドはドーパミン D3 受容体を強く抑制し覚精度を 低下させず、精神活動抑制作用がほとんどなく、衰退外路障害も極めて稀である。幻覚や妄想を抑制する効果はかなり高い。脱抑制作用も強い。消化管と中枢神経の両方に効果があるため、ストレス性、胃潰瘍などには非常に良い効果がある。うつ病や神経症にもよく用いられる。スルトプリドは全く毛色が異なり強力な。 鎮静作用を持ち、衰退外露障害が強い。相病の治療に用いられることがある。ネモナプリドは、ドーパミン D2 受容体、ドーパミン D3 受容体、ドーパミン D4 受容体を抑制しかなり強力な、抗原核、抗妄想作用を持ち、副作用も弱い。インドール系オキシペルチンが含まれる。その他、ゾテピン n ゾテピン、モザプラミンクロカプラミンなど、 非定型抗精神病薬は、定型抗精神病薬と比較して、ドーパミン D2 受容体への作用が緩和されており、セロトニン受容体や、ドーパミン D4 受容体、ドーパミン D2 受容体の乖離速度などの差からより、高い抗精神病作用を持ち、衰退外路障害、高プロラクチン血症、神血関係副作用も少ない。しかし、 アリピプラゾールの使用で、約半数のものに、テイプロラクチン血症が起こる。メジャートランキライザーの代表的な薬である、クエチアピンセロトニンドーパミンキッ薬セロトニン、ドーパミンキッ薬は、リスペリドン、ペロスピロン、ブロナンセリン、ジプラシドン EN、ザプラセドン、セルチンドール EN、セルトンドール、オランザピン、クエチアピンが含まれる系列である。クエチアピンは、 他の受容体にも関与するため経路が異なる。典型的な SDA としてはリスペリドンと考えられる。5HT 系がドーパミン機能を抑制し 5HT 機構によりドーパミン系が脱抑制されるために衰退外路障害が軽減すると考えられている。陰性症状の改善は前頭葉皮質におけるドーパミン系脱抑制の 結果とも考えられているがコンセンサスを得られていない。ペロスピロンはアザピロン系誘導体の抗不安薬の仲間であり、5HT1 アンペア受容体のパーシャルアゴニストの即さを改良することで、行動パミン作用を有するようになった。プロナンセリンは新しい SDA であり、ディスペリドンと同様の抗生神病作用を持ち、副作用が軽減すると考えられている。 ジベンゾジアゼピン系 s d a に分類されるクエチアピンは他の SDA と異なる。ドーパミン D2 受容体に比べて 5HT2 受容体に対する親和性が高く 5HT1 受容体アドレナリン α1α2 ドーパミン D1 受容体などに弱い親和性を持ちムスカリン受容体ベンゾジアゼピン受容体にはほとんど親和性がない。や 難治性の不眠症に対して、低容量で用いられる。また難治性の統合失調症でも用いられる。多元受容代表的化抗生心病薬多元、受容代表的化抗生心病薬は、オランザピンが含まれる。ドーパミン D2 受容体群、5HT2 受容体、5HT6 受容体、アドレナリンアルファ1、ヒスタミン H1 受容体に高い親和性を持っている。 ムスカリン受容体の神話性は、生体内では低い。ドーパミン系安定剤ドーパミン系安定剤は、アリピプラゾールが含まれる、新しい否定型抗生神病薬である。ドーパミン D2 受容体のパーシャルアゴニスト、5 h t 1アンペア受容体のパーシャルアゴニストで、あり、5 h t 2アンペア受容体のアンタゴニストである。 パーシャルアゴニストによる安定化作用により副作用が出にくいとされている。しかし、実際は、ギャンブル、食事、ショッピングセックスへの抑えがたい衝動と他人への危害についてアメリカ食品医薬品局が警告している。アリピプラゾールは抗生神病薬の中で最も暴力の報告が多かった。低プロラクチン血症も約半数のものに起こる。 ハイリ性麻酔薬のフェンサイクリジンも D2 受容体パーシャルアゴニストであるが、アリピプラゾールよりは結合親和性が低い。複数のニューロンが神経系の機能単位を形成する、構築様式は長経路型、局所回路型、単一、源の発散型の3つのパターンしか存在しない。抹消神経は長経路型のみが利用され、中枢神経では3つの様式が全て用いられる。 抹消神経の感覚や運動の経路などが非常に有名である。運動器や抹消受容体と中枢神経を比較的単純な神経回路で結び、情報の統合や就職は極めて少ない。自律神経の場合は一つの不自然繊維が複数の不死後繊維と連絡を作り発散型のシグナル伝達を取る。発散型のシグナル伝達では、 情報の加工や就職が加わることが多いが、自律神経系の場合は、そのようなことはない。中枢神経での長経路型のニューロンは、情報の統合や就職を行う。上流から、多数の連絡を受け収束型のシグナル伝達を、しながら、下流へも多数の連絡があり、発散型のシグナル伝達を行う。このため、中心周辺型のシグナル伝達とも言われる。 死傷の感覚ニューロンは、末梢から、全身からの感覚情報を受けて、中心5回の特定の部位のみを興奮させ、さらにその周辺部位を抑制する作用を持つ。局所回路型では主に隣接する領域内部のニューロン連絡を維持し、一般にシグナル伝達の調節に関与する、大脳皮質に非常に多く存在する回路である。 外側室状態では特定の発火パターンに対応して、皮質領域を興奮させる回路がある。これによって、直線を見たとき、直線を認識する皮質領域が興奮し、直線と認知ができると考えられている。脳幹、視床下部、全脳規定部に存在する神経核では単一の神経核に起死する複数のニューロンが多数の標的細胞を神経支配し、 単一、源の発散型の神経回路を構築する。広半径の構築とも言う。主に G タンパク強薬型受容体に作用する生体アミンを利用して調節的に影響する場合が多い。多くの構成新薬が非特的な受容体結合にて薬理活性を持つため、広半径が関与すると思われる数多くの薬理作用が認められる。 近年多くの抗精神病薬が気分に関与すると考えられているセロトニン、ノルアドレナリンへの影響が認められるためかつては、抗精神病薬は統合失調症治療薬としての側面が強調されていたが、うつ病、神経症といった数多くの疾患に用いられる傾向がある。また単一発散型の神経回路に作用する薬物以外に、 中枢神経細胞の活動を直接変化させる薬物療法も存在する。中枢神経系では興奮アミノ酸であるグルタミン酸、抑制アミノ酸であるガンマアミノラク酸が有名である。ギャバ受容体に作用する薬物として、抗転換薬や抗不安薬も併用することがある。また NA チャンネルに作用する抗転換薬として、フェニトインやバルプロ酸、 カルガマゼピン T があったカルシムチャネルに作用する薬物としてバルプロ酸も併用されることがある。ハロペリドールは無駄需要体アンタゴニストとして作用する。IC50 は 2M であり、最大80%阻害する。1856年にイギリスの科学者、ウィリアム・パーキンがコールタールから得られるヘノチア人に似た。 化合物が染料として用いることができることを発見した。合成染料のフェノチア人系のメチレンブルーからローヌプーラン社が RP4560 後に合成新病薬のクロルプロマジンと呼ばれることになる化合物を合成した。合成新病薬は自発生児スキネジアを引き起こすため1974年に訴訟が起こり、 しばらく新しい抗精神病薬は市場に出なくなった。抗精神病薬のクロザピンには致命的な副作用があったが、自発性ジスキネジアがないためクロザピンの需要対決合特性を模倣したリスペリドン、ジプラシドン、クロザピンの分子構造を若干修正したクエチアピン、オランザピンが合成され、90年代以降に市場に出ることになる。2010年頃から製薬会社は、 既存の薬の構造を少し修正し特許を取得した模倣薬を販売するという手法ではすでに収益の見込みがないとみてグラクソスミスクライン、アストラゼネカ、メルクなどの大手製薬会社が精神科領域の薬の開発から撤退し始めた。抗精神病薬は2008年に世界中で220億ドルの利益を出し、全医薬品中で一番売れており最も利益がある。 アメリカで2003年に推定321万人の患者が抗精神病薬を受け取り、これは推定28.2億ドルに相当する。処方箋の3分の2以上が新しい高価な非定型の薬であり、平均164ドルの減価計算になるのに比べて古い薬では40ドルであった。2008年のアメリカでの販売利益は146億ドルに達し、 アメリカの治療分野で最大に販売される薬である。ガーディアンに言わせると、精神医学に反対する意見の長年にわたる革新は昔から苦悩の治療に薬が特に高精神病薬が用いられてきたことである。これらの薬は実のところどんな精神状態を狙いにしているすなわち、科学的な管理、妄想症、疑惑、困窮、奇妙さ、それに 風変わりを社会的に有益になるように減らすために繁殖物人間にすることか、介護施設におけるこの種類の薬の使用は批判の歴史を持つ。批判する人々は患者を穏やかでより従順にするために薬を使いすぎると主張する。外部の医師は介護施設のスタッフからのプレッシャーを感じている。イギリス政府の大臣らに委託された非公式の調査は認知症介護における 抗精神病の医薬品の不必要な使用が蔓延し、年間1800人の死亡に結びついていたことを報告した。アメリカ政府は、老人ホームでの抗精神病薬のリスパダールの販売促進に対して、製薬会社、ジョンソンジョンソンが、オムニケアに、手数料を支払った容疑で法的措置を開始した。統合失調症の維持療法には、反論がある。 維持療法に関する研究のレビューは、長期間の抗精神病薬治療は、偽薬よりも、統合失調症の患者の再発を減少させるのに、優れていると結論しているが、研究の一部は小規模である。北米における大規模な横断的研究のレビューでは、適度な数の統合失調症の患者が、症状から自然に回復したように見え、一部の患者は、 維持投薬の必要はなかった可能性が高いことを明らかにした。また、長期的な抗生神病薬による維持管理の多くの研究には、再発率に対する抗生神病薬の離脱症状の役割を考慮しなかったことに起因する欠陥がある可能性があると論じられている。また論争は、製薬会社による副作用の軽視あるいは隠蔽の疑惑、 条件の拡大あるいは適応外仕様の違法な販売促進を含めた抗生診療薬のマーケティングと販売促進の役割に関している影響する臨床試験は高額で利益が多い新しい否定契約が特許が切れた古い安価な定契約よりも優れていたことを示すのを試みている違法マーケティングの告発を受けての二つの大きな製薬会社による支払いは 法人に課された最大の刑事上の罰金として、アメリカ史上記録的となった。ある事例は、イ l ライリリー＆カンパニーの否定刑、抗生神病薬のジプレキサが関与し、他の事例は、ベクストラが関与した。ベクストラの例では、政府は他の抗生神病薬のジオドンの違法マーケティングで、ファイザーを起訴した。その上、アストラゼネカは、 販売活動についての連邦政府による捜査中にセロクエルの元使用者からの非常に多くの人身障害の訴訟に面した。それが示唆する状況を展開すると、アストラゼネカのセロクエルとイーライリ,リーのジプレキサは2008年に世界的な販売額でそれぞれ55億円と54億円と抗精神病薬を最大に販売している。 ハーバード大学医学部教授のジョセフ・ビーダーマンは子供の双極性障害の診断が増加していることに関する調査を行った。2008年の議会による調査はビーダーマンが2000年から2007年の間に双極性障害の子供に対して処方される抗精神病薬の製造業者を含む企業から講演とコンサルタントの謝礼として160万ドルを受け取っていたことを明らかにした。 その一部はハーバードに未公開であった。ジョンソンエンドジョンソンは同社の抗生神病薬のリスパダールについての研究も行われていたという2002年から2005年にかけてビーダーマンが率いた研究施設に70万ドル以上を送った。ビーダーマンはお金は自分に影響を与えなかったし特定の診断や治療を促進していないと返答している。また一部の批判者らは 精神福祉の課題を決めようと、製薬会社が出資したフロント機関及び患者と対立する弁護団が申し立てに使われ、それは暴力の危険性についての主張によってしばしば正当化され、人々の希望に反して、抗精神病薬を投与するために法律を強いることを含んでいると分析している。ジップ歴差は1996年に市場に出たが、服用後に、 糖尿病や他の病気になったとの訴えがあり、2005年には8000件の訴訟に対して7億ドル、2007年には1万8000件の訴訟に対して5億ドル支払っている。各製薬会社は適用外使用を進める違法なマーケティングで史上最高額の罰金を更新し続けている。多くは死亡リスクを高めるという証拠があるのにかかわらず、 高齢者に販売促進したことや、適応外の承認へ、あるいは、統合失調症や、双局性障害以外の承認されていない用途の違法なマーケティングによる。2006年、アラスカ州最高裁判所は、抗生神病薬に関する訴訟の判決文で、抗生新薬は、患者の心身に重大で永続的な悪影響を及ぼすことがある、数々の破壊的な副作用を引き起こす。 可能性があることが知られていると説明している。2007年には、ブリストルマイヤーズスクイブは、否定型抗精神病薬エビリファイの承認されていない小児への使用と認知症の高齢者では致命的な副作用があるというクロワーク警告を考慮しない違法なマーケティングにより、5.15億ドルの罰金が課された。2009年、イーライリリーは、 否定型抗精新病薬ジープレキサを体重増加などの副作用の情報を告知せず、また、常用量で死亡リスクを高める老人への睡眠薬としての利用を進める午後5時に5ラムなどの違法なマーケティングにより14億ドルの罰金が課された。2009年、ファイザー、ジオドンの適用概要とのマーケティングにより3.01億ドルの罰金が課された。 2010年、アストラゼネカは、否定系抗精神病薬セロクエルを、高齢者や死亡リスクを高める小児に適応外の違法な、マーケティングを行い5に億ドルの罰金が科された。2012年、ジョンソンエンド・ジョンソンは、否定系抗精神病薬リスパダールの小児や、高齢者への適応外のマーケティングや、薬が、体重増加や、糖尿病と相関するというデータの隠蔽。 また他の薬の違法なマーケティングにより、軽装中であり、15から20億ドルが課されると、見られている。リスパダールを処方するごとに5000ドルの罰金で、軽装中である。あるレビューでは、タイマの成分であるカンナビジオールは、抗精神病薬の特性が報告されており、統合失調症の患者への臨床試験は複数、行われているが、42人の被験者を用いた、 試験では4週間でアミスルプリドに匹敵する有効性があり、CBD では体重増加、衰退外路症状、プロラクチン増加がなく副作用の点で優れていた。一方28人を対象とした急性投与では効果を示さないため、著者は4週間のうちに抗精神病特性を発揮すると思われると不記している。なお、こちらでも副作用の報告がない。 2017年時点で、オランダで、エコー製薬によるアービサルという蛍光状剤の知見大愛称が、進行しており、対象は、転換と統合失調症である。2012年8月に報告された6件のシステマティックレビューを再分析したメタアナリシスにおいて、グレードアプローチを使用した結果表が示され、発見された2件のランダム化試験は、 メタアナリシスに組み込むことができなかったため、文章的な情報を統合し、大麻の成分であるカンナビージオールは、統合失調症の症状を改善せず、頻繁な副作用を引き起こすと結論付けら、その証拠の確実性は、中等度とされる。このレビューで発見された2つのランダム化比較試験は、出展を遡ると42人の被験者で、アミスルピリドと比較した4週間の試験と、 28人への単回投与の試験から導き出されている。2017年12月には、他施設88人でのランダム化試験の統合失調症への CBD の結果が報告され、6週間後には陽性症状が少なく、またドーパミン受容体への喫抗作用ではないため、新しい治療法である可能性を示した。高は脂肪酸の代謝異常が、 統合失調症の発症に関わるのではないかと見られており、オメガマイナス3脂肪酸を投与する研究が行われている。最も一般的なミクログリア抑制剤として知られているテトラサイクリン系抗生物質のミノサイクリンを抗精神病薬と追加、併用することで統合失調症の陰性症状を特に改善することが4つのメタアナリシス。 システマティックレビューを元にしたメタレビューで示されている。また、予防効果として、座礁治療における長期間のミノサイクリン使用が他の治療と比較して、その後の統合失調症の診断リスク減少と関連することが示されている。抗生物質の使用は薬剤耐性菌を生む問題があり、感染症においても適正使用が言われており、 感染症でもない状況での抗生物質の不適切使用は今占められる。診療ガイドラインそれ以外添付文書、コント民等以上クロルプロマジン販売開始1955年ベゲタミンマイナスクロルプロマジン、フェノバルビタール合剤販売開始1957年。 PZC 等以上ペルフェナジン販売開始1958年レボトミンジヘレボプロマジン販売開始1968年フルメジン等以上フルフェナジン販売開始1961年セレネスジハロペリドール販売開始1978年ドクマチールジスルピリド販売開始1979年クロザリルジクローザピン販売開始2009年 リスパダールジョーリスペリドン販売開始1996年セロクエル上、クエチアピン販売開始2004年ミエビリファイ上、アリピプラゾール販売開始2006年ジプレキサ上、オランザピン販売開始2001年。ありがとうございます。